アクサダイレクト生命保険株式会社は世界最大級の保険資産運用グループであるアクサグループのインターネット専業生命保険会社である前身はアクサジャパンホールディング SBI ホールディングスソフトバンクの三社が出資して生まれた SBI アクサ生命保険であったが二0 1年二月に事業戦略の方針に差異が生じたことから SBI ホールディングスが アクサジャパンホールディングに株式を譲渡する形で、合弁事業を解消。同年5月12日に社名をネクスティア生命保険に変更し、2013年5月14日には、アクサダイレクト生命保険へ社名を変更。グループ会社であるアクサ損害保険とは、相互で保険代理店に委託契約が締結されており、同社の一部の損害保険の商品も扱っている。 申し込み手続きがすべてインターネット上で可能な生命保険を専門に扱っており、加入後の変更手続きや解約もインターネット上で可能である。インターネットに加え、電話でのサポートも行われているほか、一部の保険商品は代理店や銀行窓口を通じて取り扱われており、対面相談も可能である。 このような IT 化による業務フローとスタッフの人数を増やさずに5倍の件数を処理しているという点が評価され2011年1月13日に米国のコンサルティング企業セレントが主催するセレントモデルインシェアラーアジアアワード2011においてセレントモデルインシェアラーアジア2011を受賞セレント社のアワードにおいて日本の生命保険会社の受賞は 同社が初めて、必要なものに絞った保証内容としているため、取り扱うのは死亡保険、医療保険、癌保険、就業不能保険の4つのみとしている。ありがとうございます。